まあ、3歳半ではいるんですけど、グローブ勝手にはめてなんかパンチキックとかやってたりしてるんで多分やってることは分かってるのかなだと思います。はい。これまで6つのベルトを獲得した名王者が引退する。橋本道場、宮本圭介。小学校4年生から始めたんで、来年でも30になるし、まあ、子供も大きくなったし、元気なうちに引退っていう、強い時に引退っていうにしたかったです。はい。もちろんその強さは全く衰えていない。ラストマッチは若き才木との再戦を受けて立つ。引退するって聞いて、ああもうやり返せないなと思ってたんで。対するは WMC スーパーバンタム級王者、加藤優吾。強打を有する22歳。トーナメントを制するなど9連勝で迎えた前回の宮本との試合、自慢の強打を封じられた。三日月もらって結構痛くてもうやりづらい。以上判定2対2。判定は 2-0 で宮本圭介です。2年間ぐらいずっと勝ってたんで、久しぶりに負けたんで落ち込みました。まあ、正直最後だし、僕を倒したいっていう思いが強い選手がいいなとは思ってたんで、加藤優吾選手だったら他の選手よりその倒したいという気持ちが強いからこそ受けました。リベンジか、優秀の美か、去りゆく者の美学がリングに刻まれる。宮本選手のうまさを超えるぐらい倒しに行く、それを見てほしいです。最後の試合にはなるんですが、今まで以上に僕の中で思いが強いので、一番面白い試合して勝ちたいと思います。応援よろしくお願いします。宮本圭介 VS 加藤優吾。